背景です。今回は大きく明暗分かれる森移籍後の西武捕手どうだったのかということで、今回はですね、まあ、ライオンズの今年のキャッチャーどうだったのかってことについて、簡単に成績とか見ながら話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではですね、西武の今季捕手事情についてということで、まあ、森友哉選手がね、まあ、オフにオリックスに移籍をしてしまいました。まあ、彼はね、本当にもう絶対的正捕手として、まあ、ずっとね活躍をしてくれていたというところで、まあ、やはりねそれだけ大きい存在が、まあ、いなくなってしまった今年のライオンズ、まあ、代わりとなるねキャッチャーも、そこのキャッチャー事情っていうところはね、まあ、どうだったのかっていうところをね、まあ、今回は主に2人の選手を中心に、まあ、見ていこうかなというふうに思います。はい、それではですね、大きく成長した古賀と伸び悩んだ柘植ということでですね、まあ、ちょっとねやはり森友哉選手の後釜候補というふうに期待をされていた、まあ、柘植選手、古賀選手についてね、見ていこうかなと思います。まあ、基本的にやっぱり今シーズンもこの2人が、まあ、ライオンズのマスクをかぶることが多かったというところになっているので、まずはねこの2人の成績っていうところもね、まあ、ちょっと比較をして見ていこうかなというふうに思いますね。まず古賀選手の今シーズンのここまでの成績、98試合に出場して打率2割1分9厘2本19打点53奪三振23フォアボール OPS が6割2厘。柘植選手の今シーズンのここまでの成績、58試合に出場して打率1割8分4厘0本13打点23三振3フォアボール OPS4 割3分ということになっております。まあ、森友哉選手がね移籍をして、まあ、後釜っていう風に期待をされていたのが、まあ、この古賀選手、柘植選手ということになっております。まあ、昨シーズンはもう正捕手として森友哉選手がいて、まあ、2番手に柘植選手、3番手古賀選手みたいな感じで1軍では回っていました。まあ、もちろんね、あの森選手が離脱していた期間とかもあったりはしたので、まあ、ちょくちょくね古賀選手、柘植選手がこうスタメンに出たりっていうこともあったんですけど、まあ、基本的にはねこの2人が、まあ、2番手3番手という感じでやっていました。でやはりね、まあ、じゃあどっちが正捕手になるんだっていうところで言うと、まあ、開幕前はやはりこう年齢的にもね、こうプロ入った年数的にも、まあ、柘植選手はもう今年4年目になりますので、まあ、柘植選手の方がやっぱり期待を、されていました。まあ、それだけこう経験も積んできていますし、まあ、実際にこう出場機会っていうところもね、あの柘植選手の方が古賀選手より多かったというところがありますんで、まあ、柘植選手の方がねやはりこう正捕手、まあ、筆頭候補として期待をされていました。で開幕マスクっていうところも、まあ、高橋光成投手がと組んでいたっていうのもあるんですけど、まあ、柘植選手っていうところでスタートをして、やっぱりまあ最初はね柘植選手が起用されることの方が、まあ、多かったんですね。ただ柘植選手はこれ5月に右肘の炎症で離脱をしてしまいます。でそうなったらね、やっぱ古賀選手しかもう基本的にいなくなってしまうという感じになりますので、もう古賀選手が、まあ、基本ずっともう柘植選手がいない期間っていうのはもうスタメンマスク、まあ、ずっとキャッチャーでね試合に出続けて、まあ、そこでねもうめちゃくちゃ経験を積んで、で成長をどんどん見せていったんですね。まあ、特に守りの部分で言うと古賀選手、まあ、昨シーズン盗塁阻止がねゼロだったんですね。これをすごい本人もまあすごい悔しがっていて、まあ、肩っていうところにはねこう学生時代からすごい自信があったけど、こうプロに入ってから、まあ、一個も刺すことができなかった、それがまあそういう本人としては悔しかったというところがあったんですが、今シーズンはなんと盗塁阻止率4割1分8厘ということで、これパリーグでは唯一の4割台でダントツトップの成績となっております。まあ、甲斐キャノンと言われる甲斐拓也選手、まあ、本当にねこう肩が強いということで、まあ、有名というか、まあ、一番ねやはりこうパリーグトップのキャッチャーとも言えるぐらいかなとは思うんですけど、まあ、そんな甲斐拓也選手にもね1割近く差をつけての、まあ、この成績ということになっております。でやはりね大きく変わったのがやっぱバッティングというところ、守備ではまあここが本当に急成長ですけど、バッティングところも大きく変わりました。課題だったバッティングの方でも、まあ、1割5分ぐらいでしたね昨シーズンのアベレージが。ただやはり今シーズン選球眼とパンチ力っていうところ、まあ、古賀選手の強みはやっぱ一番の選球眼、そしてまあ意外性のあるパンチ力っていうところですよね。まあ、ここがやっぱり強みになってくるんですが、まあ、そこを生かしてですね夏場以降成績っていうのがどんどん上がっていきました。最初はねこう1割台っていうところで苦しんでいたアベレージも、まあ、今はねもう2割2分ぐらいまで上げてきていますし、まあ、8月っていうところだけを見ていくと、まあ、OPS は7割3分5厘、そして9月の OPS は7割1分というところで、
まあこの夏場以降に関しては OPS7 割ってところを超えてきて、で通算の OPS はもう6割をねクリアしてきてるんですよね。まあ昨シーズンの森友選手の OPS も確か7割3分とか、それぐらいだったかなというふうに思うので、まあ昨シーズンの森友選手の成績とも、まあ、遜色ないぐらいの OPS を夏場以降は残しているということになっております。まあこの OPS だけを見るのであれば、まあ7割超えてる OPS っていうのを見るのであれば、これはおそらくそんなにねやっぱ7割以上打ってるキャッチャーっていないんじゃないかなというふうに思うので、まあ本当に球界でもこれトップクラスの成績になるかなというふうに思いますね。で松毛選手も、まあ、故障からねこう戻ってきてから、まあちょくちょく試合には出たりしたんですが、やっぱり古賀選手がねこう守りの方でも結構信頼を勝ち取っていたりだとか、まあ、バッティングの方でもそういう結果を残すようになってきたっていうところがあって、やっぱりなかなかねこう柘植選手出場機会っていうところが、まあ、なくなってしまってきているっていうのがあります。で、まあ、やはりねこうちょくちょくもちろん平投手の時とかあれマスクかぶったりして試合に出るんですけど、まあ、出た時もなかなかやっぱりバッティングの方で結果を残せなくて、まあ、成績を見ても分かる通り打率も1割8分そして OPS も4割3分ということでですね、かなりやっぱり古賀選手とまあ、差がついてしまっている。でホームランもね今年1本も出ていないっていうのがありますので、やはりこれだけ見てもね相当差がついてしまっているっていうのが分かるかなと思います。まあ守備面でもねやはり古賀選手はかなりこう成長してきたところをね考えると、もう正捕手争いに関してはやっぱり今はもう古賀選手が大きくリードをしてしまっているという状況かなと思いますね。まあ、開幕前は柘選手というふうに言われていた中で、まあ、シーズン入ってから古賀選手がねこう大きく成長してしまったというところがありました。ただまあこれに関しては柘選手、古賀選手別に関係なく、何よりやっぱり今シーズンすごい大きかったこととしてね、思うことは、やっぱり森選手の後釜が、まあ、しっかり成長してきてくれたっていうところですね。まあやっぱりこれで森選手がいなくなって、まあ柘選手も古賀選手も、まあ伸び悩み、昨シーズンと同じような成績で終わってしまうっていうのがやっぱり一番こう悲しいし、やっぱ辛いと思うんですけど、まあただやっぱりそんな中でも古賀選手が非常にこう大きく成長を見せてくれた。でバッティングの部分でもね、森友哉選手がやっぱいなくなって、まあ、攻撃力バッティングがかなりきついっていう風になった中で、まあ、もちろん森選手には劣るんですけど、まあ、ただそのバッティングの方でもちょっとでもねそれをカバーするぐらいの成長っていうのを見せてくれてきた。でそれっていうのがやはりね大きいかなと思います。しかもこの後半戦になってからね OPS も非常に上がってきているんで、これもしかしたらもうバッティングのレベルがね一段落上がってる可能性があるんで、来シーズンはもしかしたら1年通して OPS7 割ぐらいを残せる可能性だって僕は十分あるんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱりこう後半に差し掛かっていくにつれて伸びてきている。でしかもそれはある程度こうキープできているというところがね、古賀選手の非常にバッティングいいところかなというふうに思います。まあ、何よりやっぱ一番良かったこととしては、こう森友選手がいなくなった後の選手たちがまあ伸びてきたというところ、まあ主に古賀選手、まあそれがやっぱりね一個、まあまだ穴が完全に埋まったとはね正直バッティングの部分では全然言えないんですけど、でもまあこう希望が見えてきたっていうところ、そこはまあ何よりね良かったかなと思いますね。でまあ今後のやっぱり課題としては、まあ2番手キャッチャーですよね。まあ1番手キャッチャーはひとまず古賀選手でなんとかなりそうというか、まあ一旦古賀選手でいいかなってところなんですけど、やっぱりね古賀選手を1年間固定して使うっていうのはかなり厳しいかなというふうにも思います。やっぱりこうずっと同じキャッチャー使ってると、まあ、リードももう一定になってくるんで、まあ、相手に読まれやすくもなってくるし、まあ、当然やっぱりこう疲労っていうところも溜まってくるし、そうなるとやっぱり古賀選手のパフォーマンスっていうところも下がってきてしまうっていうのがあります。で実際に森友選手がねこうずっと1年間ほぼ固定で使われてきてて、まあ、バッティングもねちょっと影響が出てしまった時だったりとか、まあ、怪我をしてしまったりだとかっていうこともやっぱあったと思うんですよね。やはりねそういったところを考えると、まあ、古賀選手をこう適度に休ませながら、まあ、誰かと併用していくっていうのが、まあ、理想的な起用法にはなってくるかなと思います。まあ週6日間試合があるのであれば、まあ例えばね5試合古賀選手1試合違う選手、まああるいは4試合古賀選手2試合違う選手みたいな感じでやっぱねこう使っていくっていうところ、まあそれぐらいでやっぱり使っていかないと古賀選手がちょっと潰れちゃうかなというところがあるんですよね。でもちろんやっぱり2番手の筆頭候補としては柘選手に期待をしていきたいところではあるんですけれども、やっぱりバッティングでもう少しちょっと頑張ってもらわないと、まあ、正直厳しいかなというふうに思います。やっぱりあの成績でこう打順の1番から9番の中に入るってなると、結構ねやっぱり1軍って考えると、あれあの成績だとやっぱ厳しくなってくるので、せめてやっぱり打率2割OPS もまあ5割ぐらい、いやまあ5割5分ぐらいはせめてちょっと打てるぐらいになってくれないと、
正直買い出せんところを考えてもあの先生は厳しいかなというふうに思います。だからまだねちょっと次選手は、まあ、2番手絶対2番手っていうふうには言えないかなというふうには思いますね。だからやっぱり来シーズンへの課題としては古賀選手をちょっと脅かすような存在、まあ、今はもう正直僕の中ではもう古賀選手が圧勝っていうふうにもう成績的にもそう見えてしまってるんで、やっぱりちょっと古賀選手にこう匹敵するぐらいの、まあ、活躍を見せるような存在、あるいは古賀選手をちょっと休ませることができるような存在っていうのが、まあ、出てこないと、まあ、来シーズンもちょっと厳しいかなというふうには思います。一人にかかる負担っていうところは非常に大きくなってきてしまう、あのそういった懸念がありますので、やっぱりオリックスとか見てもね、こう森友哉選手と若月選手、まあたまに石川遼選手出たりしますけど、やっぱりねこう3人うまく併用してるんですよ。だから森選手も1年間バッティングすごい今年いいし、若月選手も結構バッティングいいですよね。やっぱりこううまくね使い分けてるからこそ、まあお互いのパフォーマンスがこう下がらないで1年間できてるっていうのがあるし、で実際にチームをまあ上に行ってるっていうのがありますので、やっぱりね空いた形が一番理想かなというふうには思いますね。なんでやはりもう一人はね絶対ある程度守れて、ある程度打てるキャッチャーっていうところがライオンズも必要になってくるかなと思います。まあ次選手にね期待をしていきたいのはもちろんなところではあるんですけれども、なんなら次選手はもうコア選手に負けないぐらいね、あの活躍しないと本当はいけない立場かなというふうに思うんですけど、まああと他ね、やっぱり今シーズンからデビューをした古市選手だったりとか、まあ来シーズン実戦復帰予定の岡田選手、ベテランキャッチャーですね、まあ育成にはいますけれども、まあ試合間の時もねちょくちょく一軍でやった牧野選手など、まあ結構ね期待できる選手はまあちょくちょくいるかなというふうに思いますので、まあ彼らがねこう2番手3番手っていうところにまあ踊り出てほしいなというふうに思っております。まあそうしないとやっぱりなかなかね来シーズン以降もライオンズのキャッチャー事情は厳しくなるというところになるし、まあそうなるとやっぱりピッチャーもね結構影響出てくるかなというふうに思うんで、まあ、なんとかね、古賀選手はもちろんですし、それ以外のキャッチャーの人たちの奮起っていうところにも期待をしていきたいかなと思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。